大島八九郎12月から1953年6月12日は日本の官僚、佐賀県知事、高知県知事、郡山市長を歴任した、福島県若松町に生まれる、会津中学1校を経て、1908年東京帝国大学を卒業、同年文官高等試験に合格した、合格者106名中の主席は、 後藤不明で、大島の石地は8番である。大島の官歴は、大倉族に始まる。警視庁方面観察、兵庫県事務官などを経て、1914年以後、群馬県警察部、石川県警察部、熊本県警察部、佐賀県警察部で、県警察部長を務める。1921年からは、徳島県、朝鮮総督府中西南道の内務部長を、 歴任した。岡山県内務部長を務めた後休職となったが、1927年、佐賀県知事に就任。高知県知事を経て、南洋共発参加の南太平洋貿易で役員を務める。太平洋戦争最中の1942年に、郡山市長に就任。戦前最後の市長となった。1953年6月12日。 鶴ヶ大日本大学病院にて脳出血により死去。大島は田中義和内閣の下で起用された声優会系の知事であったが、佐賀県では民政党の勢力が強く、県政運営は難航した。声優会の政策に沿って、前年度予算から1割以上拡大した予算を編成し、佐賀市販学校の男女校を分離、養業試験場の設置などを実施した。 高知県知事への転任は、小賀銀行の整理に手腕を認められたためであったが、高知県でも、政友会と民政党の対立は激化しており、県会議員の拉致騒動が起きている。1929年7月の民政党、浜口友好内閣誕生による、地方間の移動が行われ、任を解かれた。郡山市長時代は、図書館設置のほか、学童疎開の受け入れ、 建物強制疎開などが行われたが、4度の空襲で530名の犠牲者が出た。日本国憲法が交付された4日後に退任。都市なお辞せずと言われた手法で合法な性格であった。妻は日露戦争で第五師団参謀長を務めた陸軍少将小島八次郎の次女、君子。 黒河内志郎は中学の同級生、一高、東大、大倉省と同じ道を歩んだ。大久保貞治は文館高等試験同期合格で、共に合図会会員である。日本の歴代市長では杉並区生まれとなっているが、市長就任前の居住地である。ABC、大衆人事録東京編、大島八九郎ハット AB、 読売新聞1953年6月13日長官、7面の、不法より、文官高等試験合格者指名内欄の件、ハット ABCD、新編日本の歴代知事949ページ、郡山市郡山市の歩み、2012年8月17日閲覧。郡山市2004郡山市要欄、2012年8月17日閲覧。 日本の歴代史長461ページありがとうございます。